体重をこの親指の腹のところに預ける感じです。こういうのがちょっと難しい感覚かもしれませんが、こうやって押すんじゃなくて、こうやって押すんじゃなくて、手首をね返して親指に自分の体重を預けるということです。で、次何をやるかっていうと抜くんですね。抜くっていうのも感覚が難しいと思います。小指を天井に上げるっていう動作をします。この時に握ったままでは絶対上がらないんです、小指っていうのは。ここで弱めると小指っていうのは上がりますので、押し込んでる時にはちょっと、自分の手に力が入ってると思いますが、小指を上げる時に力を抜いてください。絶対握ったままで小指上がらないです。肩にも力入るし。で、小指上げるとですね、どういうことが起きるかっていう と、人間っていうのはですね、畳に対してこの引き手、今0度とします。0度で引っ張る、10度で引っ張る、30度で引っ張る、どれが一番崩れると思いますか？30度。はい、30度と、答える人が多いんですけど、実は10度です。実験でですね、滑車に重りをつけて、被験者は目隠しをして、で、何キロがで一番体が崩れるかっていうのがこの10度の角度なんですね。もちろん打ち込みとか投げ込みね、大げさにやるっていうのが基本ですから、ここから向こうが見えるぐらい手を上げるっていう打ち込みはね、もちろんした方がいいと思うんですけど、そういうことをやってると試合の時にちょうど10度になったりするんですね。で、先ほどの続きです。小指を上げると勝手に肘がついてきます。そうすると大体ですけど10度の角度になります、ね。で、この10度の角度のまま入るので、先ほどの後ろ回りサービスするので相手が崩れやすくなります。0度とかここまで上げると肩に力入るので引けなくなるんですね。そうじゃなくて、小指を天井の方に向けて、これはもうどの先生もおっしゃっていることだと思います。手首を返しなさいという話はされていると思うんですけども、その理由の一つには相手が崩れる角度に相手がなってくれるよと